はい、どうもこんにちは。ですね、この度 YouTube の動画の方がね、ちょっと待ってね、 YouTube の動画の方が1000万回、この再生回数がね、1000万、1000万プラス30万ちょい再生回数いきました。ありがとうございます。で、皆さんのおかげでこれが再生されましたということでですね、とある機能が開放されたんですけども、ちょっと待ってね、チャンネル設定でしょ、ここですね、こうステータス画面なんですけど、今まで私違反しまくっててここら辺がね、あの今緑色でさ、なんかあの良好です良好ですってなってるけど、今までね、あの赤色だったんですよ、違反しまくってたせいで。それでいくつかの項目が、規制されてました、使えなかったね。例えばこのカスタムサムネイルとか、15分を超える動画のアップロードとかね、 できなかったんですけど、つい先日1000万再生突破して、これをあのこれが解放されました。でね、その中の一つとして、これ収益受け取りっていう、これがね解放されたんですよ。これ要するにお金稼ぎですね、お小遣い稼ぎみたいなもんですね、YouTube 上で行う。でこれにね、私あの先ほど銀行口座を、ちょっと書いてみて、これ申請したんですよ。今この状態です。お客様のアドセンスの申し込みは現在審査中です。お申し込みの結果については約1週間以内にメールにてご連絡しますと。1週間以内にね、先ほど送ったばっかりなんですけど、これから1週間以内に、ね、メールで届くのでしょうか、わかんないですけどね。 YouTube 結構適当だからな届かないこと結構あったからね、過去に。届きますって言われて半年待っても何も届かなかったこととかあるからね、ものによってはあんまり期待しないで待ってるんですけど。でですね、今現在こういう動画を収益化するってことができるんですけど、例えばね、こういっぱいちょっと今 YouTube 多分開いてるんですけど、なぜかっていうと理由があってね、収益化できるってことになったみたいなので、こうやってね、ボタンがねあるじゃないですか。これ別に私ね、あの収益化する前からもともとこういうボタンあったんですよ、収益化対象っていう。で今もこれあるわけですけども、その収益受け取りができるようになったなってからと なる前では何も変わんないですよね、変わんないですよね。特に今までだって別にこのボタンあったし、でクリックした時にこういう項目になるんですよ。あのこれドルマークついてる、収益化対象って、この動画は収益化対象ですよって、これ収益受け取りできますよってあるんですけど、ここら辺はちょっとまああのまだ分かんないんで、あんまり見てないんです、気にしてないんですけども、問題はね、このシンジケーションっていう項目があるじゃないですか。これ全てのプラットフォームっていうのと、収益化対象のプラットフォームっていう2つの項目があって、これ何かっていうと、この私が作ったこの動画をね、全てのプラットフォームに対して再生できるようにするのか、もしくは収益化対象のプラットフォームでのみ再生できるようにするのかっていうの項目があるんですけど、これ調べてみたところ、何が違うのかというと、まあ、要するに当然のことながら、この文字通り全てのプラットフォームにした方が再生回数がいっぱい伸びるわけですよ。当たり前ですよね、そんなの。こっちは限定的ですから、限定的なわけですから。ではこっちの方が再生されないわけですよ、要は全体的に見れば。ではですね、一体これがあえてこれがあるメリットは何なのかということが気になって調べたところ、ちょっと分かんなかったですね、回答が、役に立つ回答が得られなくてですね、いろんな方法でちょっといろんな検索の仕方をググってみたんですけど、ちょっと分かんなかったですね。こっちの方が再生されるんですから、こっちにした方がいいんですよね。こうやって変更を保存して、あえてこれを選択する理由とかメリットとかっていうのは何かあるんですかね。そこちょっと非常に謎でね、これがあえてこの項目が選択肢が設置されている理由がちょっと知りたいですね。これ知らずに先に進むのはなんかちょっとね、ちょっと損な気がするので、なんか知っておきたいですよね。デメリットにはならないんだろうけど、何かあるんですかね。いや別に全てのねプラットフォームを選んでも収益を受け取れるらしいです、はい、実際にこれで稼いでる方もいらっしゃるみたいです、はい、で稼げる額なんですけども、計算機出しますね。ちょっと再生回数が、今まで稼いできた再生回数が追加されるかどうかっていうのは分かんないです。これから、収益化プログラムをアドセンスに私申し込んで、それがメール1週間後に来るって言われて、それが承認されたとしてね、仮に承認されない可能性もあるわけですよ。承認されたとして、そこから、カウントされるのか、もしくは今までの分が全てカウントされるのか、そこもちょっと分からないんで、これから調べるところですが、0.1 再生回数あたり 0.1 円という収益が発生するそうです。はい、これは確実にこういう収益が発生するそうですね、何もしなくてもこういう見て一人見ただけでこの収益が発生するわけです。 0.1 円
で今までね、総再生回数が何回だっつったっけ？何回だっつったっけな。ちょっと待って。これですね。この10301525。103万円、約103万円の報酬が発生するわけですね。はい。というぐらいです。なんか103万円の臨時収入ボーナスが入ったみたいな感覚ですよね。要はね、1000万再生回数ということですが、約1000万ですね。1030万ですね。それがだいたいですね、ちょっと待ってね、せっかくこういう動画を上げたのでね、具体的にね、皆さんにね、説明していきたいと思うので、より有益な動画になるようにね。私このアカウント開設したのがね、この日付なんですよ。この2013年1月22日っていう、まあほぼ約、大体約およそ1年前ですね。約1年前、ジャスト1年ぐらいですね。なんですけども、昨年の2013年の9月20日に、9月22日に、GTA の5の実況始めたんですかね、確かね。その日からですね、その日までは総再生回数がなんと1万、たったの1万5000回でした。要は1万5000回になってるんで、はっきり言って今の1000万に比べればないようなもんですね。ほとんどゼロ、ほとんどゼロみたいなもんです、はっきり言って。でね、9月20日からの換算になるので、今2月、18日ですから、まあ大体2月22日だとして、まあそうですね、大体、10、11、12、1、2でしょ。大体5ヶ月でしょ。そうするとね、5ヶ月で約半年1000万なわけですから、このペースでいけたと考えると、まあまあ流行りがありますからね。例えば GTA あの時流行ってたからいっぱい再生されたわけで、今 GTA 動画上げてもあんまり再生されないわけですよ。やっぱり世の中流行ってのはありますからね。動画のどんな動画投稿するかにもよりますけども、あのペースで考えるとすると、大体まあそうですね、年収が大体いくらぐらいなんだろう、300万いかないぐらいですかね。300万いかないぐらいの年収になるのかな。まあ副業としてやるレベルですよね。ちょっと私今回ね、登録しているこの悟空 TV さんっていう、これ GTA5 の動画で一番ね、面白い、一番再生数のある、一番有名なね、大手さんですけどもね、私よりもはるかにすごいチャンネルですけども、これほんとすごいですよ。面白いんですね。まあその紹介はまあさておき、皆さんね、紹介するまでもないです。皆さん多分知ってると思います。十分分かってると思うんで、 あえて言うことないですけども、私もね、こんな私なんかちょっと紹介されてる感じでね、ちょっと気分いいですけどねまあそれはさておき、ちょっと今再生回数見れないんですけども、多分悟空 TV さんね、私ね最後に再生回数見た時はね2000万超えてたので、悟空 TV さんもね多分 GTA5 から一気に伸びたんじゃないかなっていう感じで、そう思うと多分悟空 TV さんのね、もし収益化してるかどうかわかんないですけど、まあ、勝手に人のね推測するのはちょっと失礼なのでやめておきますけども、まあよくね、例えばヒカキン TV さんなんかね、年収推定年収4000万だとか3000万とか4000万とかいろいろ言われてますけども、まあそうやって考えるね、楽しいですけど。まあ、要は、そんな感じですね。私今回、皆さんのおかげでね、1000万再生数っていうのを達成できてですね、こういうことができるようになったという、まあ、報告する意味もないんですけども、ちょっと疑問があったのね。動画収益化に関する疑問ですね、ちょっと。ここがわかんないですね。ここだけです、本当疑問。あえてこの項目を選ぶ理由は何ぞやっていう。はい、ちょっとわかんないですね。調べてみましょう、もうちょっと。という報告です。以上です。はい、これからもね、面白い動画上げていきますので、まあ、見ていただければと思います。今回は、その再生回数の突破しようという報告と、ね、この疑問、ちょっと質問ですね。ある意味皆さんに対して聞いてるようなものです。いや、自分でももちろん知られますけどね。はい、以上です。ということで、あんまりちょっと実りのない動画になってしまって申し訳なかったんですけどね。以上です。はい。